大谷翔平選手、二刀流復活の初マウンドは日本になる可能性。大谷ルールの改定も。大谷翔平選手は今季投手として10勝を挙げ、8月中旬にはサイ・ヤング賞候補に名前が挙がりましたが、その直後に右肘靭帯損傷という残念なことになり、規定投球回160には届きませんでしたが、素晴らしい成績を残していました。打者としてはシーズン最後の約1ヶ月欠場したにもかかわらず、打撃主要指標ほぼ全てがリーグトップ3に入るという素晴らしい成績を残しました。 MVP、 ホームラン王だけでなく、その他にもハンク・アーロン賞、シルバースラッガー賞など、どんなタイトルを取るのか楽しみに11月の発表を待ちたいと思います。2023年は WBC から始まり、レギュラーシーズン投打での大活躍。しかし8月下旬から右肘靭帯損傷、右脇腹痛と、まさに激動の1年となりました。注目された右肘の処置は、術式は明らかにされていませんが、何年にもわたって二刀流を続けることを希望し、9月19日に手術に踏み切り、バッターとしては来シーズン開幕から、ピッチャーとしては再来年2025年のシーズンの復帰を目指すと公表されています。大谷翔平選手なら必ずまた素晴らしい輝きを見せてくれることは間違いないでしょう。なお、19日にロサンゼルス市内の病院で右肘を手術して以降は、大谷翔平選手は公の場に姿を見せていませんが、フィル・ネビン監督は昨日試合前のインタビューで、週末には会えるだろうと語っており、日本時間10月1日の試合前にはエンゼルスタジアムでチーム最優秀選手 MVP と最優秀投手の発表がありますが、3年連続での同時受賞が濃厚とみられる大谷翔平選手は、そこでグラウンドに姿を現すと思われます。10月1日が大谷翔平選手最後のエンゼルスユニフォーム姿になるかもしれません。さて、今回は大谷翔平選手の二刀流の復帰戦が日本になる可能性ということについて紹介します。 MLB はワールドツアーとしてアメリカ、カナダ以外での公式戦開催を積極的に進めており、今季はメキシコシティとイギリス、ロンドンで公式戦を開催。2024年は韓国での開幕戦とメキシコシティ、ロンドンでの開催が予定されています。そして2025年は日本での開幕戦とフランス、パリでの開催が予定されており、日本への遠征には大谷翔平選手の所属球団が参加することが規定路線となっていると報じられているのです。もし大谷翔平選手が2025年の開幕戦に投手として出場できるまでに右肘のリハビリが進んでいれば、二刀流復活の初マウンドは日本でということになるのです。なお、球場は東京ドームが最有力とされていますが、大谷翔平選手の古巣である日本ハムの新本拠地エスコンフィールド北海道も可能性はあると報道されています。ただ残念なことに、2025年は最初は投手登録で始まるとされているため、もし2025年開幕戦、大谷翔平選手の復帰後初マウンドが日本で見られるとしても、二刀流としては出場できない可能性が高いです。というのも、二刀流選手としての登録には、投手として20イニング以上かつ打者として3打席以上の出場が20試合以上が必要だからです。現時点で大谷翔平選手は2024年シーズンは投手として登板せず打者に専念し、2025年シーズンから二刀流でのプレーを再開する見込みとなっているため、2024シーズン投手として全休すると2025年開始時点でこの二刀流選手登録の条件を満たすことができません。もう少し詳しく説明すると、 MLB ではアクティブロースター内のすべての選手を投手または野手に分類しなければなりません。投手登録の選手は最大13人まで、9月以降は14人までしかアクティブロースターに登録できず、野手登録の選手の登板には点数やイニングによる制約が設けられています。ただ2020年シーズンに始まった二刀流制度で、二刀流選手に分類された選手は投手の人数制限にカウントされず、野手登板の制限も受けないというルールがスタートしました。なお、このメリットを享受してきたのは大谷翔平選手とエンゼルスだけなので、実質大谷ルールと言われています。なお、先ほども紹介しましたが、二刀流選手として登録されるためには前年のシーズンまたはその年のシーズンに投手として20イニング以上かつ打者として3打席以上の出場が20試合以上という条件を満たすことが必要です。二刀流選手の制度がスタートした2020年は2018年または2019年に条件を満たしていれば OK という特例が設けられたため、投手として2019年を全休した大谷翔平選手は2020年シーズンの開幕から二刀流選手として登録できました。ただ大谷翔平選手は2020年シーズンに1回3分の2しか投げられなかったため、2021年シーズンは投手登録で開幕を迎え、
シーズン途中に条件をクリアして二刀流選手での登録に切り替わったという経緯があります。そのため2025年シーズンも同じような形となると思われます。ただ過去2年の実績を対象とした導入初年度の2020年のように二刀流選手として登録されるための条件が緩和される可能性もゼロではありませんし、メジャーにとって今や翔平大谷の存在はベースボール人気復興の柱となっているため、そもそもこの大谷ルールも変更される可能性があるという見方もあります。いずれにせよまた元気な姿で二刀流としてグラウンドで躍動する姿を楽しみにしています。大谷翔平選手、2023年本当にお疲れ様でした。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。